は泣けばいい。あるがままでよいのだ。生きるとはそういうことだ。この町の外れにある池に行ったことはあるか？ いえ。そばに小さな寺があって、月に一度そこにお参りに行く。池には水葵の花が咲いていて、それを見ていると心が静まるんだ。一緒に行ってみないか？明日二条橋で待っている。お兄さん、なんかいい腹薬もないかね？でしたら、うずらい、ごもんで。ありがとうございます。いらっしゃいませ。スミノ、お前はこの九段から手を引け。え？明日里に戻る。私情を交えては冷静な見極めはできん。
さか黒金衆に惚れるとはな。しばらくは町に戻ることは許さん。それに裏の仕事自体も。キリスケの話は確かなのか。どういうことです。キリスケの焼き餅ではないのかな。キリスケは優秀な忍びです。こやつも優秀な忍びじゃろ。キリスケの申すことに誤りはないと思います。住野、もし開きはあるか。いいえ。すみね、私信じてるから。スミネがそんな色恋にうつつを抜かすわけないってね。そうでしょ。私スミネのこと本当のお姉ちゃんだって思ってるから。スミネがいなくなったら私何を支えに生きればいいかわからないよ。わかってる。もうダメ、お酒飲んだらダメだよ。ちょっとダメダメ。あの男に何か用かい。まだこの町にいたんだな。ちょっと用事ができまして。なんだよ。でいや、薬の仕入れに来てまして。それじゃ急ぐんで。そんなに慌てんなよ。薬湯をお持ちしましょうか。スミノ、里の掟を忘れるな。さすれば
私の魂は常にそなたと共にある。そなたがどこにいようともな。私を今一度町へおやりください。馬場様は許してくださいました。スミノ、お前はあの男を殺せるか。あの男が我が里にとって生かしてはおけの男だとしたら、お前はあの男を殺すこととなろう。それができるのか。はい。よかろう。ならばお前は今一度町へ行け。ありがとうございます。いいから酒だ、酒持ってこい。もうやめときなよ。酒だよ。酒体に悪いからね。お母ちゃん、東五郎さん。